けじゃないよ。みんなに優しいこと、私たちは知ってる。だから、ごめんね、いちかちゃん。それで、最初はどこでライブやるの？え？ライブ？もしかしてさっき、何も考えないでただ練習しようって言ってたわけ？そんなことないよ。学園祭でライブやったら青春っぽいかも。まあ、まずはそれでもいいけど、やるからには本気でやるよ。久しぶりに一緒にやるんだし、ちょっとは緩くしてくれても。ダメ、サキは甘やかすと調子に乗ってずっと甘えるから。そんなことないし。なんか久しぶりに見るな、サキとシホのこの感じ。そうだ、志保のことミクたちに報告しに行かない？うん、そうだね。練習見てもらったし、お礼もいっぱいしなくちゃ。そっか、練習はあの世界ってところでミクたちとやってたんだっけ？うん、ミクちゃんとルカさんがいろいろ教えてくれたんだよ。オナちゃんも一緒に来られたらよかったのにな。それは無理だと思う。ほなみ、中学の時のことまだ引きずってるし。中学？しほちゃん、ほなちゃんに何があったか知ってるの？詳しくは知らないけど、クラスでハブられてたのは知ってる。え？あ、ハブ？ほなちゃんはみんなに優しくて友達もたくさんいたのに、どうして？知らない。私が話しかけても気にしないでって言うだけだったし。志保、ほなみと話してたの？ちょっとだけね。落ち込んでるみたいに見えたし、結局何があったのかはよくわからなかったけど、いちかにもそんな感じだったんじゃない？とにかく、もう孤立したくないからクラスメイトにべったりくっついて行動してるんじゃないの？志保、そんな言い方しなくても。だって昔のほなみはそんなんじゃなかった。